19世紀後半に描かれた1783年のルノルマンのジャンプのズ・ルイ・セバスティアン・ルノルマンはフランスの発明家でありパラシュートの発明者の一人であるパラシュートを使って意図的な効果を行った最初の人物でありパラシュートという言葉を作り出した人物であるこの言葉はギリシア語由来の説刀時パラマイナスとフランス語のシュートからの造語である木からジャンプをして パラシュートの構造を改良して、1783年12月26日、ジョセフ・モンゴルフィエを含む監修の前で、モンペリエ天問題の塔から、木製の枠組みがある4メートルほどのパラシュートで、降下を行った。ルノールマンの狙いは、火事で燃える建物からの安全な脱出にパラシュートを使うことであった。パラシュートは、アンドレ・ジャック・がルヌ・ランによって、 枠組みのないものに改良されてゆく。時計職人の息子として、モンペリエで生まれた。1775年から5年間、パリでラボアジエやベルトレーの下で科学を学んだ。パリで小石の管理に従事して、火薬の製造に関する科学的な知識を得た。モンペリエに戻って、父親の店で働き、土地の知識人と交わり、パラシュートの実験を始めた。 公開実験の前に動物での試験を行っている。パラシュートの公開試験の後、カストルに近い際という土地でカルトジオ会の修道像になった。修道院でも世俗的研究を許可されていた。フランス革命が始まると修道像を辞め結婚し、アルビに移り、義理の父親の設立した学校の機械技術を教えた。1803年に、 パリに移り大倉省の購買局の役人になった。役人時代に技術雑誌の出版をはじめ、3つの特許を出願した。1815年に退職した後、工学雑誌の出版を続け、20巻の工学辞典を出版した。ありがとうございます。